エドナ・パーバイアンスは、アメリカ合衆国のサイレント映画期の映画女優、チャーリー・チャップリンの映画で相手役を多く務め、8年間に彼の作品の30本以上に出演した。なお、日本語では以前戦前の映画広告やヨドガは、長春の発言や文章などから、パービアンスと表記されることが多かったが、本来の英語の発音では、イ の部分にアクセントをつけて発音されるため、近年では、言語の発音に近い、パーバイアンスという表記が多く使われるようになった。本記事の表記もそれに習うこととする。エドナ・パーバイアンスは、ネバダ州、パラダイス・バレーにおいて、父ルイス・パーバイアンスと、母マディソン・ゲイツ・パーバイアンスの間に生まれた。エドナが3歳の時、一家は、ネバダ州、ラブロックに移り、そこでホテルを経営していた。 1902年に両親が離婚、母はドイツ人の遠関校と再婚した。エドナは1913年にラブロックを、1915年、チャップリンはエッサネー社と契約し、カリフォルニア州ナイルズの撮影所で2作目の映画、アルコール夜通し天卓を撮影していた。チャップリンはその作品のヒロインとなる女優を探していたところ、スタッフの一人がエドナを紹介する。チャップリンは、 エドナと面会し、初印象を可愛いなどという程度ではなく、全く美しかったと語っている。だが、チャップリンはエドナが、喜劇には不向きであると感じた。しかし、結局エドナはその役を認め、チャップリン映画の主演女優として、それ以降ほとんどを全ての作品で共演することとなる。チャップリンとエドナパーバイアンスチャップリンとエドナは、1915年から1917年の、 間、講師ともども恋愛関係にあった。エドナが出演したチャップリン映画は34本に及び、その中には1921年風切りのキッドのような古典的名作も含まれる。エドナが出演した最後のチャップリン作品は1923年のパリの女性で、彼女の初主演作でもあった。その後、エドナはもう2本の映画に出演している。 一つは1926年作、チャップリンがプロデューサーになり、ジョセフ・フォン・スタンバーグが監督したカモメで、エドナは再び主演を務めた。しかし、この作品は一度も公開されることなく、現在ではネガも減存していないとされる。次に、エドナが出演し、彼女の最後の出演作となったのは、1927年公開のフランス映画、王子教育。 この作品を最後にエドナは女優業を引退するがチャップリンは彼女が亡くなるまでチャップリンスタジオの専属女優として週に150ドル出演料の支払いを続けたエドナはチャップリンの映画に出演していたある時期まで彼と恋愛感情にあったものの1938年には航空機のパイロットと結ばれた結婚生活は1945年にその男性が 死去するまで続いたが、チャップリンからの出演料の支払いも彼女が亡くなるまで続けられた。エドナは晩年に必要な医療ケアを受けることができたのはチャップリンのおかげですと彼に感謝していた。また、チャップリンは自伝の中でエドナを一貫して高く評価している。1953年、ハリウッドを訪れたヨドガワ・ナガハルが長年チャップリンの秘書をしていた。 高野虎氏の取り持ちでエドナの自宅を訪問している。ヨドガワがチャップリンのことをあれこれ尋ねると、エドナは涙を流し、私はあの人の映画以外には出ない。あの人と映画に出たことは一生の思い出ですと語った。1958年1月13日、ガンニより62歳で死去。遺体はカリフォルニア州グレンデールの墓地に埋葬された。1四十六年、 殺人教時代の制作が始まった頃、チャップリンは相手役として再びエドナを登場させようとスタジオに招きテストを行った。結局、このテストの結果にチャップリンは満足できず、その役は別の女優が演じることとなった。しかしエドナが殺人教時代と次のライムライトにエキストラとして出演しているとの説がある。現在のところ、 実際の撮影日誌などによる証拠は確認されていない。チャップリンのカルメン、チャップリンの冒険、ありがとうございます。